レオポール・フラマンは、フランスの版画家、イラストレーターである。ブルースセルで、フランス人の両親のもとに生まれた。イタリア生まれの画家、ルイジ・カラマッタや、版画家、イラストレーターのジャン・ジュグルーの弟子になった。版画の技量を美術評論家のシャルル・ブランに認められて、もう一人の版画家、レオン・ゴー・シュレルと共に、エル・アーティストや、ラガゼット・デボー・アーツといった。 美術雑誌の100点余りの図版を制作した。版画家のシャルル・メリオンとも親しく、メリオンをモデルに作品を制作し、精神的に病んだメリオンの面倒を見た。美術史家のジョルジュ・デュプロシーは、フラマンをその時代を代表する、版画家であるとしている。1878年のパリ万国博覧会の展覧会に出展して、メダリストになった。ヤン・ファン・エークやダヴィンチ、レンブラント。 アングル、ドラクロワといった巨匠たちの作品の複製版画を制作し、パリの風景の版画や文学作品の挿絵を制作した。フラマンが挿絵を制作した書籍には、ジョバンニ・ボッカッチョや、ポール・スカロン、ビクトル・ユーゴー、フランソワ・コッペの作品がある。息子のフランソワ・フラマンも画家になり、エコール・デ・ボザールの教授を務めた。レオポール・フラマンの弟子には、ガイガーやラゲール・ミー、 ラジョンラがいる。1898年に芸術アカデミーの会員に選ばれた。ありがとうございます。